ダーレク・イン・マンハッタンは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フー第3シリーズ第4話。2007年4月21日に、初めて BBC1 で放送され、同年4月28日に放送された後編、ダーレクの進化との二部作である。本作の舞台は1930年のニューヨーク市で、ある。第2シリーズ。 永遠の別れを生き延びたスカロの集団は、半分人間で半分豚の奴隷を刺激し、ホームレスの人間を拉致して、実験に使用する。本作の視聴者数は669万人に達し、その週に放送された、イギリスのテレビで18番目に多く視聴された。なお、放題、ダーレクインマンハッタンは2012年1月14日に、ダラ TV で放送された、再のものであり、 フールでは、マンハッタンのダーレクという別放題で配信されている。二部作は、当初スティーブン・モファットが脚本を担当する、はずであったが、彼は制作チームの不便を補うのではなく、第三シリーズで、ドクターの登場が少ないエピソード、瞬きするなの脚本に回された。代わりに、ヘレン・レーナーが脚本を担当し、シリーズの歴史で初めてテレビ版のダーレクのストーリーを、 執筆した女性、活新シ,シリーズで初めて脚本を担当した女性となった。本作の撮影の一部は、セントラルパーク、エンパイアステートビルディング、自由の女神像など、ニューヨーク市内で行われた。しかし、大渋滞のオンラインエピソードコメンタリーで、ニューヨークで撮影したか、デイビッド・テナントが尋ねられた際には、彼は、してないよ、他のみなはしたのに、と返答した。 自由の女神像を前にしたマーサとドクターの全てのシーンは実際にはウェールズで撮影された。制作チームは女神像の基盤に合う壁を見つけた。ザ・ミルもマジェスティックシアターの素材としてショットを使用した。なお、2005年にドクター風が復活して以降、イギリス以外でのロケが行われたのは初めてのことであった。 フーバー村のスラム街でのシーンは2006年11月の9から11日、13から14日にカーディフのビュートパークで撮影された。ダンスシーンはロンドンでリハーサルが行われ、撮影は11月15日にサウスウェールズのトレオーキーで行われた。本作にダーレクが登場することは2006年11月12日にニュースオブザワールドが報じ、12月に BBC が確定させた。ダーレックセクト人間のハイブリッド体は、ダーレックインマンハッタンが放送されたその週の、ラジオタイムズの表紙に掲載され、ネタバレとなった。TB タイムズでのデイビッド・テナントのインタビューで R ・デコ・ダーレックの登場が示唆されたが、ダーレックインマンハッタンにも継ぎ話し、ダーレックの進化にも登場しなかった。10代目ドクターを演じるデイビッド・テナントなどの、 メインキャスト以外では以下のような俳優が出演している。本作の視聴人口の最終的な数値は669万人だった。本作はダーレクの進化、ラザラスの欲望、タイムリミット42と共に通常版 DVD で発売された。ザ・ステージのマーク・ライトは本作に肯定的で、舞台の倒査やダーレク、デイビッド・テナント、脇役を称賛した。 二部作であることから時間がかかることを述べ、彼は、今作の脚本は現代、ドクター・フュで提供されなければならない、最高の作品の一つとして頂点に至ると、結論づけた。SFX の批評家、リチャード・エドワーズは二部作に、一般的に肯定的であったが、ダーレック・イン・マンハッタンの、クリフ・ハンガーは、ラジオ・タイムズがダーレック・セクのハイブリッド化を暴露した、ことでネタバレされたとした。 イグンのトラビス・フィケットは、上記2名ほど、好意的でなく、本作を10点満点で6.5と評価した。彼は、ダーレクが間抜けでほとんどコミックリリーフであると思い、ナイトの批評とは異なって、タルーラを不快なステレオタイプに感じ、他のアメリカ人も迷惑なストックキャラクターであるとした。さらに彼は、テナントとアジェマンの演技は良質で、良いイメージも劇中にあるとしたが、 メッセージ性が乱されてその前提も意味をなさないと批判した。ありがとうございます。